今日はペペタマです。はい、というわけで今日も、はい、やっていきましょう。はい、お願いします。パスタ、はい、卵、はい、唐辛子、はい、ニンニク、はい、そして耐熱容器を準備してください。今日はこれでニンニクとこれが出てきたらこうペペロンチーノ料理を飲むんですけど、はい、違うんですか。卵も忘れないでね。おペペ玉です。ペペ玉、なんかそのカルボナーラとペペロンチーノをミックスして、はい、レンジシリーズでいこうと思います。よっしゃ、レンジで簡単に美味しい飯を食べましょう。それでは早速やっていきましょう。とりあえず卵を、はい、割ってですね、常温に戻しておきます。まあ、こんな感じで卵を置いて、で、ニンニクですね。ニンニクはとりあえずできました。でこれ耐熱容器を用意してください。ここにパスタを折って入れちゃいます。ほっ、折りますか。入れました。ここにさっき切り刻んだニンニク、うわマジうまそう、匂いがいい。オリーブオイルは適当です。だし、だしパック、休まる。もう全部入れちゃいます。めっちゃパンパンやん。で、お水 500cc、バター、バターは2人分なんで今日は。ほい、なもんかな。よし、これで10分間電子レンジで加熱していきます。600ワット。はい、お願いします。はい、そうですよ。うまそう。はい、というわけで、はい、できました。レンチンしてきました。しゃ、10分でちょっと硬いなって思ったらもう2、3分だけ加熱してあげてください。はい、で、ここにですね卵を入れていきます。はい、できました。いただきます。いただきます。普通に食える。うまっ、おいしい。チーズ入れたらおいしそう。あー、間違いない。うん、じゃあ、だしが入れたのが隠し味になっておりますわ。成功ですね、これ。うん、簡単に食べてもできるんで、よし、やってみてください。ペペ玉、めちゃくちゃおすすめです。じゃあ、長いご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。